岡山県議会では慣例として一年ごとに新しい議長と副議長を選んでいます今日開かれた臨時会で議長選挙が行われ最大会派自民党県議団の旧徳大輔さんが55票中42票を集めて75代目の議長に選ばれました旧徳さんは高橋選挙区選出で現在6期目です行政の資料からでは触ってこない 声なき声に耳を澄まし、その声に県政に届け、政策に反映していくことが、私たち議員に課せられた使命であると。また、新しい副議長には、自民党県議団で5期目の中塚周一さんが選ばれました。